何ヶ月も無の時は過ぎ去っていった。そして目覚めた。今がその時だと。また始めよう、新しい人生を。分かってた。心の奥底でいつも分かっていた。ただ周りに静寂が欲しかっただけ。自分の気持ちを知るために。ライアンとの未来は考えられなかった。あまりにも苦しい時を一緒に過ごしすぎた。忘れたい過去たち。彼も納得した。いつまでも待っていると言って。彼とは何かを感じたけど、それだけじゃ足りなかった。死ぬことばかり考えてた。孤独な私を受け入れてくれた。素性さえ知らない私に少ない食べ物を分け与えて、私はここが自分の居場所だって気づいていた。スタンはたまに変な仕事をやってる。ジミーは学校に戻った。すっかり立ち直って、チューズデーはバーで働き、ウォルターはゾーイの面倒を見てる。お金はないけど、なんとかみんな生きている。過去の話をしたことはないし、聞かれたこともない。ありのままの私を愛してる。ただのレイと話せる女の子として。ゾーイはすぐに懐いてくれた。彼女のその大きな悲しい瞳は小さい頃の私を思い出させる。初めから何かが違うと感じていた。まだ話してないけれど、私たちは同じだと気づいていた。夜になると現れる恐ろしい奴らが。これは悪夢だと言い聞かせるけれど、現実だって分かってる。この世界を救うことができるのは少女だけ。導かなければ。残された時間は少ない。一度開いたパンドラの箱は二度と閉じることはない。そう、悪夢なんかじゃない。それはこれから起こること。